話は AI は人類を駆逐するのかという太田博明さんの本の中から AI の進化と自立世界の到来という話です。イギリスの著名な経済アナリストでベストセラーポストキャピタリズムの著者としてですね、有名なポール・メイソンさんはですね、今後の情報技術のさらなる発展によって物やサービスの生産費用は劇的に低下し、さらには無料で潤沢に供給される社会になると語っています。確かにエネルギーが無償になってですね、食料をはじめとするものが、サービスがですね、ノウハウが無料で手に入って、ロボットの利用によって生産も流通も限界まで低価格化すればですね、そういう社会になっていくだろうと。で、その証拠はいくつもあります。まあ、例えば音楽の世界ではもう随分前から一つの音源さえデータとして作ってしまえば、ハードとしての金属製データをディスクをですね、生産し流通販売する必要はなくなっていますと。購入はインターネット上でできる、書籍の購入も必要ないと。すでにですね、アメリカでは普通のリアルの書籍よりも電子デバイスで読む書籍の方が多くなっていると。百科事典とか辞書もですね、今はもう全部 Google で検索できるということですね。で、今世界には18億近いウェブサイトがあると言われ、今も刻々と増え続け、しかも基本的に閲覧は無料ですと。それと同じようにですね、食料生産もすでにロボット工場で安価に安定的に取り組み始めていると。で、今は、その刃物類だけではなくて大豆やキノコなどの植物性タンパクを主な原理とした、植物由来の人工肉が生産され、すでにアメリカの国内を中心に広く流通しています。ファーストフードでも今人気になっています。特にミレニアル世代、その後に続くジェネレーション Z と呼ばれる世代は、環境保全やアニマルウェルフェア、生き物として家畜にストレスのない生育環境を与えるべきだとする考え方に対する共感を持っており、世代を問わない健康志向にも後押しされ、世界で人工肉の市場を大きく拡大していく勢いです。そもそも2050年には100億近い人数になっちゃうんですね。そうすると今の生産体制では全く間に合わないと。ですから人工肉が食肉市場のメインになれば、この工場生産は完全に自動化されて、今の家畜飼育による食肉生産とは比較にならない低コスト高効率で安定していくと。そうすると、自律的にっていうのは、AI の自律ですね、自分で考えて自分でやっていくということが、生産活動が行われるようになれば、無駄がなくなると同時に無限に生産が可能になって、生命維持に必要な物質が飽和します。いわゆる、SDGs もですね、これによって解決するんではないかというふうに言っています。そういういろんなことがですね、これからどんどん起きていくだろうという話。じゃあ今日これで終わります。